教祖祭、PL 花火芸術は、毎年8月1日に、大阪府富田林市の三岡カントリークラブで、行われる、パーフェクトリバティ教団の祭礼であり、日本有数の巨大、花火大会である。教祖を産業し、PL 教団の石を築いた、初代、二大教祖の遺徳を称える、祭りの中の一行事である。 当初は10万発から12万発だったが、2008年より数え方を、小割や浮き模様、文法なども含めた数え方から、純粋に丸玉の総数に変更したため、1万から2万発となったが、規模、予算はほとんど変わらない。富田林市内をはじめ、近隣の羽引き野市、河南町、大市町、大阪狭山市、河内長野市のほか、大阪市や上野区、 東住吉区、松原市、堺市、藤井寺市、八尾市、柏原市、泉市の一部地域などからも十分見ることができる。2014年まで打ち上げ場所近くに、教団関係者でなくとも利用できる、有料観覧場所が設けられていたが、2015年以降は、有料観覧場所は設けられなくなった。また、裸の大将として、有名な山下清もこの花火を描いた絵を残している。 ラストに打ち上げられる花火はおよそ8000発の超大型スターマインと表現され、その際は南河内一面に花火の音が地響きのように轟き、一瞬昼のように明るくなり壮絶である。かつては7月末、内し8月初旬に開催されていたが、現在は開催日が8月1日に固定されており、雨天でも 中止とはなっていないなお開催日が8月1日の理由として初代競争の命日だからという説があるが実際の命日は7月6日で誤りである2020年は新型コロナウイルス流行の影響で史上初の開催中止が決まった関西では PL 教団イコール花火というイメージが定着しており桂米朝の落語地獄八景猛者儀の中にも今 バーンと花火が上がりましたが、ああ、あれは PL 教という下りがある。開催当日の会場周辺は、浴衣姿も多く、広く、夏の風物詩として解釈されている様子が伺えるが、これはあくまでも、教団主催の宗教行事である。初代教祖であるごき徳一は、晩年、常々下記のように話していた。自分が死んでもこの教えが世に広まるのであれば、死ぬことは、 世界平和のためになるから、死んだら、嘆いたりせずに花火を打ち上げて祝ってくれ。徳一が死亡した後、息子であり二大教祖でもある。徳金はその意志を継ぎ、1953年、徳一と自身の故郷でもある、愛媛県松山市での教祖祭で、初めて花火を打ち上げる。以後、教祖祭は、大阪府富田林市の大本町において、 行われるようになり、1963年には名称を PL 花火芸術と定める。これを契機に花火はより華やかになり、大阪府下では夏の風物詩として定着した。ありがとうございます。